学歴から考えると難しいのかなっていうふうには思うんですけど、面接の内容的には選ばれる要因になりやすそうですかね。自分のプラスアルファの工夫ですね。早期選考への優遇みたいなものって何かあったりするんですか？就活会議。こんばんは、就活会議の徳橋です。今回は住友林業のインターンシップについて詳しくお話を伺います。本日お話しいただく就活生です。東洋大学の清水と申します。私は就職活動の中で不動産領域を中心に受験してきました。本日はよろしくお願いいたします。今回は住友林業のインターンシップに参加された就活生にどういった内容だったのか、どういったことを意識すると高評価につながるのか、さまざまお話を伺っていきます。またこの動画の最後には住友林業内定者の模範解答集などさまざまなプレゼントもご用意しております。詳しくは最後の方にご説明しますので漏れなくご確認ください。それでは早速お話を伺っていきます。では早速お話を伺っていきたいと思うんですけども、不動産業界を中心に受験されてたっていう話ではあったんですが、中でも住友林業を受けてみようってなったのはこれは何でだったんですか？ハウスメーカーって鉄骨のお家と木造建築のお家があるんですけど、その木造建築の中でも一番大きな企業っていうのと、学生の中でもすごい人気な企業だったので興味を持ってインターンを参加しました。人気な企業っていうところから天候フローもしっかりありそうな印象ではあるんですけれども、今回参加するまでどのようなフローがありましたか？まずエントリーシートを提出して、ウェブテストの玉手箱を受験しまして、最後に面接が1回ありました。フローが長いっていうところから難しそうだなっていう印象もちょっとあるんですけど、はい、参加された学生さんなどから考えるとこの難易度ってどうですか？参加されていた学生の人たちはほぼほぼマーチの方であったり東大の方であったり、すごく高学歴な方がほとんどいましたので、学歴から考えると難しいのかなっていうふうには思うんですけど、面接の内容的には鋭い質問とかはなかったので、難易度的にはそこまで高くはないのかなというふうに感じました。面接をどう突破するべきなのかみたいなところ、周りの学生さんから想定するとエピソードの強さだったりとか、はい、真面目さみたいなところをアピールした方がいいとか、はい、その点はどうですか？アピールの内容としてはインターンシップに参加したいっていうこの熱量が一番大事だと思いました、うん、世の中の就活対策コラムとかにインターンシップの志望動機の書き方とかいろいろ出てたりしてますけど、はい、熱量の部分を差別化するって結構難しいことかなって思ってて、清水さん的にテクニックとかありますか？最後に一言ありますかっていうふうに聞かれた時に、私は必ず言っていたことはインターンシップに参加することが私の目標ではなくて、インターンシップに参加して御社に入社した後活躍することが最終的な目標なので、あくまでこの面接も通過点として捉えているので、インターンシップに参加したいっていうような思いを伝えていました。そこ逆質問じゃなくて、はい、思いをぶつけちゃうっていう感じだったんですね。面接官の方にも聞いていただくことが多かったので、これは結構使えるかなというふうに思います。今回 ES ウェブテストそして面接突破されてインターンにも参加されたってことなんですが、実際このインターンの内容はどんなものだったんですか？はい、日程は 2days のインターンだったんですけど、まず1日目が業界理解の説明がありまして、その中でも住宅営業の説明会がありまして、最後にメインワークとなる営業体験グループワークがありました。2日目の内容としてはまず1日目の振り返りがあった後、住友林業のさらに詳しい説明会がありまして、最後メインワークとなる営業体験の個人ワークがありました。1日目に行われた営業体験グループワーク、これは具体的にどんな内容だったんですか？はい、実際に社員の方々がお客様役をしてくださってるんですけど、そのお客様を想定して最初のこのヒアリングの段階を体験するというような内容でした。グループ働いてそれをやるっていう風になると、グループの中での役割分担ってどういう風になるんですかね？まずグループの中でも誰を軸として質問していくかっていうのとか、その各グループによって役割分担とかは違うんですけど、僕のグループでは一人軸がいて、みんなも突っ込みたいところを質問してケアリングをしていこうというように決めました。役割分担の仕方をやってみて一番いいやり方みたいなところも結構見えてくるものだと思うんですけど、清水さん的にはどういう風な進め方が一番良さそうと感じました？
ヒアリングとなると質問ばかりしちゃうと思うんですけど、お客さんが言ったことの共感を忘れずに、みんなでとりあえず楽しくヒアリングを行うことが一番大事だなというふうに思いました。最終的なゴールみたいなところって、ヒアリングした後に何か発表とかそういったものもあるんですか？はい、1日目の営業体験グループワークに関しては、最後のご提案とかはなくてヒアリングだけのワークでした。発表とかはないんですけど、最終的にどこのヒアリングが一番良かったのかっていうのは社員の方から発表がありました。常に社員の方は見て回ってる状況ではあるって感じなんですか？お客様役がもう社員の方なので、その方に評価していただくというような形ですね。フィードバックとかも的確なものがいろいろ得られるのかなっていう印象なんですが、はい、印象的なフィードバックとか何かありましたか？お客様の情報を聞き出そうっていう思いがちょっと前のめりに出てしまって、質問攻めになってしまっていたので、まずはお客さんを楽しませることが一番の目的なので、次会ってもらうためにも楽しむ場を作るっていうようなことが大事だというようなフィードバックを受けました。所要時間としても結構短めのワークにはなるんですかね？グループがいくつかあるんですけど、それが順番にヒアリング体験をしていくので、全てのグループ合わせると1時間半ぐらいあったのかなと思います。2日目に行われた営業体験個人ワーク、これはどんな内容になるんですか？これは1日目の、ヒアリングから実際にお客様に合ったお家を提案するための図面を自分で書いて、お金とかもどれぐらいかかるのかっていうのを計算して、最終的に5回ほどのヒアリングを経た後、お客様に提案するっていうようなワークでした。時間も結構そうするとタイトなスケジュールになるんですか？時間は結構多く設けられて、合計で3時間4時間ほどずっとこのワークをしていたと思います。個人ワークっていうことはワークシート的なものが用意されてあるって感じ？いくつかのこのワークシートが用意されていて、図面も何枚かいただいて練習で書いたりだとかっていうような形で、最終的にはこの聖書の図面に聖書してから、それをお客様にご提案するというような形でした。一貫してこうワークを進めていって、一番難しい、みんなつまずいてたっていう部分ってどこら辺でしたかね？はい、圧倒的に図面を描くというところですね。このインターンシップ自体が営業のインターンシップだったので、文系の方がほとんどだったので、図面も自分で描いたことがない方々がほとんどだったので、そんな中自分一人で図面を仕上げていくのは非常に難しかったです。図面を描くって結構基礎情報とかも割と大事になるじゃないですか。基礎情報的なところってある程度企業から共有いただけるですかね？資料を配られて、詳しく書き方とかも書いているんですけど、実際に書いていくのは一人だったのですごく難しかったですね。今難しいっておっしゃってたタイミングとかで社員の方に相談できたりとか、はい、それこそ内定者の方に相談できるっていう機会ってあるんですか？突然ですが、効率よく就活進められていますか？効率よく進められていない、そんなあなたには就活会議と旬ダイアリーコラボ開発の自己分析ツールがおすすめです。たった3分の診断で自分の性格、向いてる職種、選考対策が全てわかります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。2パターンありまして、まず1つ目が図面以外のヒアリングであったり、提案していく内容の相談っていったところは人事の方に相談できて、図面に関しては技術系の内定者の方に相談できるっていう機会がありました。割と専門的な知識みたいなところもこのインターンの中で教えていただけるんですね。この個人ワークに関しては一番評価として高かった人みたいなところとかってみんなが周りに評価されたりするんですか？最終的に複数の方がお客様にご提案した後、1名の方が選ばれるというような形でした。何人中の1名なんですか？36人いまして、3グループに分かれて各ワークを行っていたので、12人の中で1名が選ばれるというような形ですね。清水さんは選ばれて？私は2位でした。1位の人しか発表されないんですけど、フィードバックを受けた際に、実は清水さんとすごい最後まで迷って、清水さんは実際2位だったよっていう風に言われました。惜しいですね。すごく悔しかったですね。2位だったってフィードバックいただけたってことは、何かしら他のフィードバックとかもいただけてると思うんですけれど、はい、どういったところが選ばれる要因になりやすそうですかね？自分のプラスアルファの工夫ですね。最後ご提案する際に、私はこういうお家をテーマとしてこの図面を作ってきましたというようなことを提示することで、普通はただこう図面を提示するだけだけど、自分はテーマをつけて
ご発表させていただきますというようなことであったり、最後の一言がご検討お願いしますとかではなくて、ぜひこれから一緒に楽しいお家を築いていきましょうというような、まあ、そういう一つ一つの言動でも工夫できる部分はたくさんあるので、そういった細かい工夫が評価につながるのかなと思います。コミュニケーションが鍵みたいな感じになるってことですかね。おっしゃる通りです。図面とかに関しては技術系なので、まあ、みんな差がないんですけど、そういったコミュニケーションのところは文系の中でも差が出るところなので、そこが大切かなと思います。社員の方から見ていただける機会っていうのも数多くあったと思うんですけれど、これからその既選考への優遇みたいなものって何かあったりするんですか？2月頃に優秀者に電話がかかってくるんですけど、全員が全員優遇があるというわけではないんですけど、電話がかかってきた人は一次面接やテストが免除で、二次面接と最後の面接だけで内定が出るというような免除がありました。清水さんはその連絡が来たっていうことですか？そうですね、電話が来ました。それだけ結構インターンでいい印象を与えることができたっていうことだと思うんですね、はい、具体的にどういうことをしたら高評価になるのか、はい、全体を通して意識してたことってあるんですか？はい、全体を通して意識していたことっていうのは、必ず迷ったら発言するっていうことを意識していました。発言する際に恥ずかしさとかもあるとは思うんですけど、その一瞬の恥ずかしさと後々のこの優遇を比べた時には、必ず優遇をもらった方がいいので、恥ずかしさなどは押し殺して必ずこう発言して目立つということを意識しました。しっかりと選考もあって2日間インターンにも参加して、かなり企業研究みたいなところはすごく進んだと思うんですけれども、お父さんから見た住友林業っていう会社ってどういう会社ですか？ハウスメーカーの中で一番人がいいハウスメーカーだと感じました。というのも、私は不動産領域を、まあ、中心に受験していて、住友林業以外のハウスメーカーも複数インターンシップを参加したんですけど、その中でも一番人事の方であったり営業の方も本当に人当たりの良い方が多くて、いい意味でハウスメーカーらしくないというか、真面目の方も多いので、いい印象を受けました。ハウスメーカーって言うと、私も就活生時代まさに受けてた業界なので、印象として体育会系っぽさっていうところがすごく印象としてあるんですけれど、そういう部分がちょっとこう柔らかい印象っていうことですか？そうですね、一番柔らかい企業でしたね。他の不動産会社と社風を合わせるみたいなところを、はいはい、意図的にやっていくのも効果的なのかなと思うんですけど、その辺ってどうですかね？はい、住友林業は社風が柔らかいので、声の大きさとかももちろん大切ではあるんですけど、うん、そういったところよりも笑顔であったり、まあ、声のトーンみたいなところで人当たりのいい人が評価されるような印象があったので、そういったところでうまくコミュニケーションするといいと思います。社風的な部分が学生から評価されて、人気企業ランキングでもすごい上位に住友林業は上がってると思うので、そういったところからも学生からの評価が高いのかなと思います。今回ちょっと住友林業について様々お話を伺っているんですけれども、はい、高評価を獲得してたりとか、実際に大手7社から内定も獲得されているので、はい、企業から評価される極意みたいなところをちょっと聞きたいなと思ってて、何か特別なこととかされてたんですか？はい、正直特別なことはしていないんですけど、インターンシップにはたくさん参加していましたね。インターンシップの中で発言するっていうことを一番意識して取り組んでいたので、そういったところで評価されて、まあ、早期選考に呼ばれて内定も取りやすくなったというような形になりました。実際何社くらいインターン参加されたんですか？20社以上参加していたと思います。高評価獲得するにはたくさん行動的になった方がいいということですね。これから住友林業の成功に挑戦しようと思っている学生にも一言アドバイスをお願いします。住友林業っていう会社はハウスメーカーの中でもすごく真面目な方であったり、優しい雰囲気の方が多い印象があるので、ハウスメーカーに行きたいけど大会系以外のハウスメーカーに行きたいという方はすごくおすすめの企業になるので、頑張ってみてください。本日は住友林業に参加された東大学生清水さんにお話をいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日は住友林業のインターンシップについて様々お話を伺ってまいりました。これから住友林業に挑戦しようと思っている学生はぜひ今日の動画をご活用ください。皆さん、あと30秒だけお時間ください。突然ですが、皆さんの目指している企業の最新の内定者の回答チェックできていますか？就活会議では最新の内定者の模範回答、現役社員の働き方の実態を最速でお届け、過去の内定者の声も盛りだくさんです。詳しくは下の概要欄からチェックしてみてください。また今日の動画が面白かったためになったという方は、ぜひチャンネル登録、通知ボタン、高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の動画でもお会いしましょう。